はい、皆さんこんにちは、X よしです。夜の方ね、こんばんは。今何してるか言いますとね、 Google マップ見てるんですよ。もうね、正直ね、かなりいろんなとこも行ってますんでね、例えば四国とかね、それから三重県のね、伊勢方面は、とかね、それから日本海側の方はまだ行ってないんですよ。まあ、四国の方はフェリー乗ったりとか、明石海峡を抜けてですね、行くっていうことになって結構遠方地になりますし、日本海側の方はね、距離的にはそんなにないとは思うんだけどもね、あそこ混むんですって。みんなね、行きたがらないんですね。このバイク仲間もね、あっちの方の方面はね、なんか混むからね、車混むからね、嫌だ嫌だって言ってね、今まで連れてもらったことないんですよ。あとはまあ、三重県とかね、名古屋とかね、行ってますし、和歌山はもうなんか、もう正直自分で言うのもちょっとなんですけどもね、もう行き着くところはもうかなりどこも、串本も、すさみも、田辺も、まあ、ごぼうもこの前ね、行きましたしね、有田なんかもほんと何度も足が乗って、友達もおりますし、もう白崎海岸も行けば、日の岬も行ったし、山の方、高野山も行ったしね、大台からはちょっと奈良県の方ですけどね、まあ、そこも行ったし、もう行ったばっかりなんですよ。だからもうちょっとね、まあ体の体力的なこともやっぱ自治なんでね、もう若い皆さん違ってね、もう長距離、まあ、この頃300キロも走ったらね、もう しんどいかないう感じになってきまして、5年前だったら、さほどそうでもなくて、やっぱりね、5年ってのは大きいですね。そんなんでね、もう行ったって言って、なんですよ。特に山の、この山岳道路っていうのかな、山岳路線っていうんですかね。高野山とかとか、竜神とかね、みんなよくいらっしゃるところなんかね、結構坂が多くてね、目まうんですよ。本当に、こう、切り返してっていくってのとね、なんか目まわってね、高野山の方を一回行った時なんか、もう、ゆっくりなペースだっていいんですけどね、結構ハイペースで登ろうなんていう気になってくると、もう大変なんです。まあ、そんなんでね、もう、外も寒いですからね、今日は、忍者くんのね、ちょっといいところって言いますかね、その辺をちょっと、皆さんと一緒に見て、行かせていただいたら、ありがたいかなと思ってるんです。まあ、忍者ね、この前から、乗り心地が悪いとか、グリップエンドがどうのこうってね、結構、なんだかんだってね、そうなったんですけども、これからね、ちょっといいところをちょっと見て いこうかなというふうに思いますんで、よろしくお付き合いいただけば幸いです。まずね、忍者 250R のね、いいとこって言いますのは、ともかくね、早いです。今まで私はまあ、乗っていたね、バイクの中で言いましたら。まあ、それはね、リッターバイクとか、もっと排気量のね、大きいバイクだったら、もっと速いというのは当たり前なんでしょうけど、250の中ではね、結構やっぱり速いというふうに、個人的には思います。まあ、例えば、私がね、乗っていった D トラッカー X と ZR250 と、この忍者 250R を比べてみますと、D トラッカー X はね、130までは速いんですよ。かなり早く、達すると言いますか、速力はありますけども、130からの、速度のね、上昇率っていうのは、かなり緩慢になってくる。なんとかまあ、140、メーター読みで145か6からぐらいが限度で、もうそれ以上は出ない、というのが、ネックでしたね。で、次に ZR250。これは35馬力もありまして、かなり早かったんですけども、まあ140ぐらいまではね、結構スーッと出ていきました。でも100キロぐらいまでの加速はもしかしたら D トラッカー X の良かったかありませんけども、140ぐらいまではスーッといった。ただし140からはね、結構ね、ガクッとこう、加速力が落ちましてね、緩慢になってくる。まあ加速はしていくんですけどね、緩慢。まあおそらく150ぐらいがね、頭打ちだったかなというふうに思うんですね。で、今乗ってます忍者 250R ですけども、
これはですね、140まではね、軽く出ますね。それから、140超えて150にももちろん、達するのは ZR250 より早いんですけども、150までは出るけど、それからはもしかしたら緩慢になるかわからないです。ですから大概ね、皆さんレポート見てましたら、250R の最高スピードはね、160ぐらいだというふうなレポが多いんですね。中にはまあ180ぐらいを達成したという方もいらっしゃいますけど、ちょっとそういうふうにね、感じました。で、もう少し突っ込んで考えてみますとね、例えば ZR250 と Ninja250R は同じような馬力なのに、なんで 250R の方が速いんかなって考えてたんですよ。まあ、本来ね、馬力で言うたらね、ZR250 の方の35馬力の方が強いわけなんですけども、こちらの方は、キャブ車ですね。いうことだったと思います。で、250R の方はフューベルインジェクションで、フューベルインジェクションの方の、コンピューターによるそのガソリン噴射ですね。それをこう制御してあるんで、各速度域で、トルクが一定になって、なおかつ高回転域までもその燃料が噴射するというような、そういう設計になってるんで、だから速いということは一つ。それとですね、ここは重要なんですけども、空力の特性は 250R の方がもう少しやっぱ洗練されてるんじゃないかという、走りに特化するというふうになってるんじゃないかと思うんです。前も言いましたように、ZR250 のは少し車体が大きいです。で、250R のは小さいですね。少し、一回りぐらいです。ほんの少し小さいんですよ。で、なおかつ高さが、重心が低いんですね。おそらく。横に並べてみると、背が低いですから、250R の方が。で、走りに特化してあるような設計になっていると。というようなね、ことで、馬力は31馬力で、ZR250 よりも少ないんですけども、そのフューベルインジェクションとその空力の設計の良さでスピードを上げていると考えております。間違ってたらね、指摘してくださいね。それはウェルカムですんで、こういうところでね、250R の方が速いんじゃないかとかね、なったら、よろしくお願いします。忍者250はもちろん意図があるんですけども、ZR はね、ウィンドプロテクションとか、うん、やっぱりツアーとしての設計っていうのは、まあ、私らほら素人なんですけどね、その乗った違いっていうのがかなり顕著にこう感じてまして、やっぱそうなんですか。あの頃ね、はい、最高速争いしてたんですよ。スーパーブラックバードとか、はいはい、カヤブサとかね、ええ、でやっぱり270超えるともう空気抵抗しかないんです。何歩馬力上げても空気抵抗減らさないと、はい、回転上がるだけでスピード出ないんですよ。あ、そうなんですか。ウィンドプロテクションものすごい力が入れたね、ZR。あ、だからですか。ZR 乗りましてね、忍者 250R もそうなんですけども、250R の方はね、やっぱり空力の方はいいんだけども、うん、プロテクション弱い。あ、そうやね。そうですか。そうやね。そうですか。プロテクション弱い。で、新しく出られました、ベルシス X250 なんかも、はいはい、アドベンチャーで大変人気が終わりと思うんですけども、あれはほら前大きいから空気抵抗高いんじゃないですか。高いです。やっぱりその抵抗でなんかね、あんまりスピード出ないんですよ。 ね。でも一番スピード出るのは 250R で、次に ZR も結構スピード出たと思います。150ぐらいは出たと思います。だそういうもんなんですか。なんか素人に感じるのはそうなんですけど、そうですか。川崎さん、あの時代特にその空力ってだからやっぱり、ZR も良かったけどね、忍者250はやっぱレーサーレプリカの地域に行ってるんで、かなり、まあ、特にこの辺の流れがね、ここを開けといしょ、空気の流れっていうは、はいはいはい、昔はこんなんなかったの、もっと貫くんですよ。あ、そうなんですか。ずーっとここ流れて、あ、そうそうそう、ZR はね、ツルンとしてたんですよ。はい、ツルンとしてました。で、こっちの方になった方が余計に空力いいっていう話ですか。あ、そういうことなんですか。特にスーパーバイクとか最高速度はね、はい、少し言うと、細かいと大丈夫、ビビってるけど。でね、きっと皆さんおっしゃると思うんですよ。どうしてそんなにね、スピードは速いのが欲しいんかと。例えば130キロぐらいのね、まあ D トラック X みたいなあれぐらいの速度で十分じゃないかと。それも確か一理あると思うんです。ただ私のまあ高速道路とかね、乗ってるその、
感じなんですけども、ともかくね、例えばトラックの後ろで走ってるっていうのはすごくストレス感じてまして、前はね前方見にくいですし、できるだけの周りに車をあるような状態で走りたくないというのが本音なんですよ。できるだけあの車が周りにないようなところで走りたい、安全のためにも、また車にも迷惑かけないためにもという話になりますと、できるだけね、速力を上げて、ですよ。追い抜きの時ですよ。それで、自由なその、ここといったこのポジション、自分が望ましいと思っている ところのポジションに、バイクをすぐ引き寄せることができる能力っていうのがやっぱり必要なんじゃないかというのは思うんです。それがね、空冷短気筒とかその辺になって、D トラック X の時も良かったんですけどね、やっぱりね、ここ一発って時はね、高速域ではね、弱かったんで、この辺はね、忍者 250R のやっぱ強いんで、満足してます。さて、いかがだったでしょうか。だんだんね、これから寒くなってきますので、皆さんね、お体は十分お気をつけください。今日はこの辺で失礼いたします。また皆さんとお会いいたしましょう。では、ごきげんよう。さようなら。